じゃあ行きますよ。はい、はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。マキナです。はい、今日はなんとどこに来てる、まあ、見えるけど映ってんのかな。 GoPro で撮ってるんでね。今ここは東京ディズニーは、そう、東京ディズニーランドに来てます。拉致られましたで、一応あのアフターシックスで18時から、入園になるんですけど、まだちょっと時間があるんで、オープニング撮って、今日の何チャレンジテーマを発表して入りたいと思います。何をさせられるんでしょうちなみに何をさせられるんでしょう。マキナちゃんは何乗りたい。乗りたい、何乗りたい。アトラクション好き。好き。アトラクション好き。何乗りたい、うん、なんだろう。ランドでしょ。ランド。トムソーヤ島。トムソーヤ島それな、それでいいの。マニアック。うん、うん、何がいい。ビッグサンダーマウンテン。やっぱビッグサンダーマウンテン。あ、面白いよね、ビッグサンダーマウンテン。面白いです。面白いよね。じゃあ頑張ってポップコーン食べないとね。え、うん、どういうことじゃあポップコーン食べないとね。ポップコーンを食べないと乗れない。うん、うん、じゃあちょっと今日のテーマを発表します。じゃあ今日のチャレンジ内容を発表します。はい、ディズニーランドのポップコーンを全種類食べるまで遊べませんというわけで、今ねディズニーランド、まあ、調べたらポップコーンはね全8種類あります。ちょっとこれ広げて、ちょっと書き出してきたんで、順番はまあ別にその通りじゃなくていいんだけど、はい、今ディズニーにあるポップコーンの種類ですね、見える見える大丈夫、キャラメル、醤油バター、ミルクチョコレート、カレー、ソルト、ハニー、ブラックペッパー、バーベキューと、で一応まあ全部あの食べきったらあのご褒美もあげますんで、やった、うん、でこの8種類を食べないとディズニーランドでは何もできないから今日は、でアフターシックスなんで一応6時から22時まで、はい、うん、で早く食べれば食べるほどいっぱい遊べると、はい、うん、いうことになりますんで、サイズは、あ、サイズは普通のサイズよ、そりゃ普通のサイズ、普通のサイズでしょ。ちっちゃいサイズ、ちっちゃいやつでしょ。そんなにないでしょ、だってバケットか普通のサイズだと、300円くらいの普通のやつ、はい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 、でちなみに俺あの YouTube 動画では上げてないんだけど、一回 Facebook 動画であのディズニーランドのポップコーン全部食うっていうやつをやって、その時は全6種類だった。で食べきった6種類、超きつい、超きつかった。何それ、うん、でただ今回は2人で8種類だから、お、うん、まああと順番結構大事だよね、やっぱりその甘いものとか最後の方に連チャンで残すとこれ死んじゃうから、俺的にはカレーを最後にしたいなっていうのはあるんだけど、カレーを最後、うん、まあそれはまた作戦会議で決めていきましょう、はいはい、というわけでじゃあちょっとアフターシックスの6時になるまで、入門ゲートで、待ちます。お楽しみにディズニーです、はい、ディズニー来ましたんで、ディズニー来ましたよ。今ディズニーは35周年ですね。ハッピーセレブレーション、はい、イベントやってるんで、じゃあ何のポップコーンから食う甘いやつがいい。最初キャラメルとかミルクチョコレートとか、あ、ハニーとか、あ、ハニーいいですね。ハニー、じゃあハニー、ハニー一番遠くないですか。そうだっけ、多分ハニーハントの方だから。塩、うん、最初に、まあ、じゃあ甘いのいきますか。甘いのちょっと1個勝たしておきたいんで。そうですね、じゃあハニー、いや、え、はい、まずガイドマップももらおう。ガイドマップもらおうキャラメルいきましょう。キャラメルはここです。ワールドバザールを抜けて右側。よし、じゃあ最初キャラメル食べに行きましょう。キャラメルポップコーン。これ、今はこれだよ。お待たせしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。キャラメルゲットです。じゃあちょっともう時間が意外に経ってるんで、次まずどうする、次食べながらいける？じゃあよろしく。超腹減ってんだけど俺も。仕方ないな、ちょっとあげるよ。ちょっと待って。並ぶ時間を考えるとね、ちょっときついよね、うん、もう食いながら次のところに行って、まあ、最悪二手に分かれてポップコーン調達して食べるっていう。で、次はどっち？あっち
はい、2種類目ですね、醤油バターポップコーン。じゃあ醤油バターのポップコーン並んでます。ポップコーン並びながらポップコーン食うっていうね、なんとも斬新な斬新なスタイルなんだけど、もう急がないとね、きついんですよこれ。とりあえず今マキナちゃんがすげえモクモク食ってんだけど、俺まだ2かけらくらいしか食ってないんだけど大丈夫、一人でそんな食えないから。いや俺は最終兵器でモンスタージュースマウンテンコーラペイント。まあちょっとじゃん、うん、並んでる間に消化できるね。これが一番いいんだ。じゃあ並んでる間に食うっていう。そうですね。ただ口の中の水分が、ああそう、飲み物も調達しないと。パサパサ。たまには、書き込みタイム。はい、キャラメル完食でーす。醤油バターポップコーンゲートだぜ。はい、ちょっとこれ半分ずつにしよう、この効率化のために。ああいいよね。よし、これで2人で、だから多くない俺の。いや、そんなことない。あ、そんなことない、あ、ほんとだ、はい、よしじゃあ次のポップコーンはバーベキュー。そうだね、バーベキュー。あ、こっち、ここまで匂いがしないと思うんですけど、ね、バーベキューです。すげえ俺も結構あとすぐそう、じゃ終わるよ、半分。食べるだけだったら今のところはまだ、腹に溜まってきた時がちょっときついんだよね。難関は塩だろうななんで飽きるから。あミカミックスの醤油バター完食。イエーイ。マキナさんもうちょっと。おー、テイストはいいね。あとはどんだけ効率よく変えるかだね。もうちょっとです。書き込みタイム。完食？あ、完食です。暗くなってきたね、もう一気に、うん、今だいぶ経ったけど7時くらいかな、1時間くらい。そうですね、うん、1時間で2種類、まあいけるかな、うん、ポップコーン食って終わっちゃうけどね、このビッグサンダーマウンテンに乗れないビッグサンダーマウンテン乗れないよシンデレラのお家に。ああそっか、シンデレラも行きたいって言ったよね。出来たてだねこれは。バーベキューポップコーンゲットだぜ。よし、3種類目ですね。溜まってくこれ。今はいいペースだけどね。いや、乾燥してやる、うん、乾燥してみせる。バーベキューとか食べたことないからね。本当ですか、うん、美味しいですよ。はい、食べてみて、うん、もう壁を飲んでるうまいうまいうまい、うんうん、じゃあ次行きましょう。次は、はい、カレーもうしょっぱいもの系で続いてるけどさ、大丈夫なの？大丈夫です甘いものは別腹。まあそうだけど大丈夫。あと飲み物をやっぱ調達したいよね、はい、飲み物をちょっと求めて行きましょう、うん、もう順路順で行ってるんで、その近い順に買ってってます。逆解けないです、うん、持ってる？はい、確認せねばなりません。近く、もうちょっと向こうですね。ビッグサンダーマウンテンの近くにね、1個あるよ。何味かは分かんないけど。61番。
りあえずビッグサンダーマウンテンの方に行こう。目指しますか。うん、はい、行きますよ。カレー臭がするかもしれない。三上さん、カレー臭確かもうそういう年齢なんだからしょうがないよ。カレー、あ、カレーだ。イエーイ、カレー、カレー発見ですね。ここ並んでカレー買おう。はい、よし、バーベキューもこれで終わり。もう暗くて分かんない。はい、完食です。3種類目終わり。はい、4種類目、カレーポップコーン。カレーポップコーン、食べられるやつだよ。はい、4種類目のカレーです。カレーです。ゲートだぜ。じゃあ次はビッグサンダーマウンテンの方に行きましょう。はい、また分ける作業をして。猫がいるんだよね。お、来た来た、無理だよ。チョコレートとか無理だよもう。